ヘルメス文書、またはヘルメティカ文書とはヘルメストリスメギストスが表したと考えられた神秘主義的な古代思想の文献写本の総称である。文書には紀元前3世紀に成立した先世術などの部分も含まれるが、紀元後3世紀頃までにネオプラトニズムやグノーシス主義などの影響を受けてエジプトで成立したと考えられている。内容は複雑であり、 先生術、太陽崇拝、ピタゴラスなどの要素を取り入れている。他にも、一社からの万物の流出や、神を認識することが救いであるなどの思想も見られる。ヘルメス文書は、11世紀頃までに、東ローマ帝国で17冊の文書に編集された、ヘルメス先週が中心である。それ以外に、ヘルメスの著作とされる、アスクレピオスがある。早くから、ラテン語に翻訳され、 アウグスティヌスの神の国にも引用されたため、中世西,西ヨーロッパで知られていた。また20世紀に発見されたナグハマディ写本にも、ヘルメス文書の一部が含まれていた。柴田優は、ヘルメス文書を4つに大別している。ヘルメスメルクリウストリスメニストス、シエナ大聖堂保有家のモザイクが、ヘルメス主義とグノーシス主義は互いに、共通のイメージを用いるが、前者が、 親宇宙的であるのに対して、後者が反宇宙的である点が異なる。創造主の否定につながる、グノーシス主義が、正当派のキリスト教と相入れないのに対し、ヘルメス主義は、必ずしも、キリスト教と矛盾するものではない。例えば、イタリアのシエナ大聖堂のモザイク画には、モーセの同時大臣、ヘルメスメルクリウストリスメギストスが描かれている。 ヘルメス先週の第一文書、ポイマンドレースは、グノーシス主義的な文献として有名であり、アラビア語に翻訳され、イスラム圏のスーフィズムでも言及される文書である。ムスリムにとって、ヘルメスは予言者イノクと同一視されており、クルアーンでは予言者イドリースとされる。ヘルメス先週は、中世の西ヨーロッパでは知られていなかったが、ルネサンス期の1460年にコジモデ・メディチが、 東ローマ帝国から写本を入手し、人文主義者、マルシリオフィチーノがギリシャ語からラテン語に翻訳した。ヘルメス主義と総称されるヘルメス文書の思想は、キリスト教以前の地とみなされ、キリスト教の立場から合理的に解釈する者も,もいたが、魔術思想の書とも考えられた。ヘルメス主義は、地動説を唱えたコペルニクス、神学者で生理学者のセルベトゥス、 天文学者のケヘプラー、時期による引力論を唱えたギルバーと微積分を編み出したライプニッツ、科学者ニュートン等にも広く影響を及ぼしたと言われる。ありがとうございます。